続いて特集です。今年1月に発生した能登半島地震では液状化現象が多く見られました。沖縄で地震が起きた場合、液状化は起こり得るのか、液状化の危険性と対策を取材しました。神田記者のリポートです。今年1月に発生した能登半島地震では液状化現象が広い範囲に及び、各地で建物や電柱の沈下やマンホールが浮き上がるなどの被害が起きました。防災科学技術研究所の調査によりますと、こうした液状化現象は北陸4県で合わせて2013箇所に上り、市民生活や復興の障壁となっています。最も多いのは震度6強を観測した七尾市で343箇所、次いで珠洲市の213箇所など震源に近い地域で多いということです。また震度5強で起きるとされる液状化ですが、震度5弱だった砂丘のある内灘町や180キロ離れた福井県坂井市でも液状化が確認されました。能登半島地震における液状化現象を調査するため現地に足を運んだ琉球大学の島嶼防災研究センターの松原仁教授です。液状化がもう能登半島の沿岸域ほぼ全てで起こっておりまして、とんでもないぐらい広大なところで、液状化が顕著であったというところが大きな特徴じゃないかなというふうには思っています。マンホールが浮き上がるなどの現象が起こる液状化、その原理はどのようなものなのか、松原教授が実験を通して説明してくれました。水槽に砂を入れてるんですけど、その砂層、こっちが砂層になります。でこれを黒いのが、これが建物をイメージしています。で液状化が起こる条件というのが3つありまして、1つがいわゆるこの砂層であることですね。地盤が 砂の層であること。で2つ目がこの砂が緩く堆積していること。で緩くといっても、先ほど言った通り、そのやっぱり結構硬いんですけど、こういう堆積していること。そして最後にこの水で飽和していることですね。でこの状態をこの水槽の中で再現しています。この3つの条件を揃えて水槽を揺らしてみると、重いものがどんどん下がってきて、ここから、浮いてきてますね。硬かった砂の地盤は瞬く間に緩くなり、隠れていたマンホールが浮き出てきました。なぜ能登半島地震では広範囲で液状化が見られたのでしょうか。自然の砂、つまり砂丘みたいなところがあるところでも起こりますし、人工的に埋めたところ、そこも埋めたっていうと、いわゆる海だったところをそのまま砂を入れるわけですから、やはり緩くなりますよね。そして飽和状態もなるので、そこに地震力が加わるとやはり液状化が起こるということになると思います。液状化現象が及ぼす影響は道路だけに限りません。建物を強化している、耐震設計されている建物もたくさんあったんですよ。あったんですけど、地盤がボロボロなので、建物自体がこう傾いて、先ほどの実験みたいにこういう状態になってたんですよ。これ建物頑丈ですよね。頑丈になっているんですけど、もう地盤がこう緩んでいるので、砂上の楼閣のごとくこう倒れちゃったという。もし沖縄の近海で地震が起こり、本島で震度5強以上を観測した場合、液状化現象が起こる危険性はあるのでしょうか。埋め立て地がありますので、そこが液状化が発生する危険性は非常に高いと思います。すでに沖縄県がその液状化の危険度マップというのを出してますけど、例えば南部のスラブで地震が起こった場合は、那覇市の西の例えば沿岸部から、浦添、茶谷に至る幅広い地域が液状化を起こす可能性があると言われています。沖縄の近海で地震が起きた場合、液状化しやすい場所から離れる必要があります。
ご自身の住宅あるいは学校職場ですね、そういったところの地質を把握していく、把握することが大事だと思います。把握するために、例えば沖縄県だと例えば液状化ですと液状化危険度マップっていうのを公開しておりますので、それをぜひ確認していただきたいと思います。津波だと垂直避難じゃないですか。で、液状化ですと建物がこう傾きますので垂直避難はまずできないんです。で、できるとするともう液状化していないところに逃げるしかないんです。能登半島地震で起きた液状化現象で多くのマンホールが浮き上がったほか、建物が沈み市民生活や復興の障壁となっています。こうしたリスクを事前に認識しておくことが災害のリスクを減らすことにつながります。元日の能登半島地震や2週間前には県内で津波警報も発表されましたが、災害が時と場所を選ばないということを私たちも改めて痛感させられましたが、まずはこういった事実、液状化という現象があるということを認識しておくことがいざという時の避難にでも重要にもなると感じました。まずは自分が住んでいる地域で液状化リスクがあるかどうか知ること、もし液状化の危険度が高い地域であった場合、危険度が低い土地に立つ建物への最短ルートを確保するなど避難方法を考えることが大切です。県内の液状化危険度分布図は県のホームページの沖縄県地図情報システムから確認できます。